こんにちは、トーマーキオです。私の著書映像企業の作り方10か条より、今回は老舗、いろんな有名な老舗の、いろんなお話をさせていきます。特に、関東大震災、太平洋戦争、東日本大震災、多くの災害に、乗り切った、老舗のお話をさせていただきます。今日から皆さんの会社を100年残る、このコロナの最中、コロナが終わったコロナ後の難局を乗り越えるためのエッセンスをお届けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はですね、ウイローさんのお話をさせていただきたいと思います。なんと650年も続いている、先祖の思いを受け継いで650年、1368年の創業で、神奈川県の小田原市に、あるということで、ウイロー社長からお話を伺いました。株式会社ウイローは和菓子のウイローで有名ですが、成り立ちは医薬品で、今でも薬のウイローと称され、家電薬、東鎮工を経営者であるウイロー家が一子相伝で代々受け継ぎ販売をしています。で、この会社はですね、室町時代から、食感形にこだわっている、これが強みです。から素朴な味を大切にしている、から毎日自分たちができる範囲のことを地道に行う、本当にこれをですね、やっぱり続けているということ、これが重要かなというふうに思います。理念はですね、薬で人々の健康を守る、お菓子で人に喜んでもらう、商売を拡大するより先祖が長年築き上げた信用を守る、そういう形で、きっちりと、信用を守って地道に行っている、これが重要なところだと思います。から過去の危機はですね、小田原、の攻め、豊臣秀吉の小田原攻めの時に、この小田原攻めをする時に小田原の、城にこもって、実際は、このウイロー家は戦いに参戦をしております。ですから要するに負け組についたということですね。でこの負け組についたことによって、いろんな意味でその静岡から、小田原から、追放されそうになったんですが、地元を大切にしていた、結果として、地元の人から、それはまずいと、困るということの嘆願があって、実は、小田原に居続けることができたということがあります。から太平洋戦争の時も企業統制令で、いろんな会社が まとまれと言った時に、やっぱりいろんな人、が、このウイローさんは、この小田原にはなくてならない、薬屋さんなので、この会社はそういうことで統制しないでほしいということがあって、結果的には、残ったというようなことです。やはり地元を大切にして信用を大切にした結果として、そんなようなことがありました。で続いている理由、変化の対応としては、信用第一に一つ一つ心を込めて作っている、信用第一に一つ一つ心を込めて作っているから、地域と連携して一体になって、歩む地域貢献を進めているため、これが続いている理由だということを言っています。から事業承継については、選択の自由も持たせ、自分で将来を決めさせる、そういう考え方があって、関連する文化を励みとし、先祖の気持ちを、継承させるものに任せるということで、代々続いている考え方をきちっと承継できる人に、伝えていくということを、考えています。この、ウイロー家も650年の中で、やはり次の承継についてはそれぞれ、いろんな、ことがあったと思われますし、今の社長も、銀行員ということでやっていたのに、突然、そういう、指名を受けて、入って、でそこから40代で、薬学部に通って、で薬学部に通って薬剤師の資格を取って、それが、社員の気持ちとして、あ、この人は途中から入ってきたけれども、本気に、この会社をやるつもりなんだという気持ちで、彼らたちがそれに対してやっぱり応えていく、そんなような流れができています。ですからこの会社もますます、これから、信用と、着実な仕事ぶりで残っていくかなというふうに思います。どうもありがとうございました。